主その頼みがだな戻ったぞ俺はこの本丸で活躍し皆の記憶に残ろう。 槍には負けんこの本丸でなぎなたの強さを世に知らしめるのだ俺には過去がない失われたのではなくなだからこそここで新たな記憶を作るのだま待て待て慎重に接するから主は動かんでいてくれん自由時間か ならば他の連中と交流を深めてくるか。よかろう。体調をよく支えよう。体調か。活躍せねばならんな。装備完了だ。これでいいか。強そうに見えるか出陣だ俺についてこい。 おお、大発見だ。さーて、ここからが見せ場だな。偵察結果、どうだったお前たちも、俺の逸話の糧となれおうどおりゃ ふん、聞かんぞ <laughs> 意外とやる俺の見せ場はまだここからださコどもめ活躍を記録につけておいてくれああるし、いくら 俺が弱っているからといって、そう興味津々な顔をされてもだな。うん。しっかり、直してくる。この程度、わざわざ直さんでも大丈夫だがな。俺が最後の砦りか訓練か。 俺たちの本丸の力を見せねば。おお、任務が終わっているな。これが主の戦績か。品物の扱いはそーっと、そーっとだ。うん。新顔か。どんな奴が来たんだ自信作だ。力が溢れる。 うん。ある種の心遣い、ありがたい。喜べ、差し入れだ。遠征部隊をねぎらってやるか。こたびの遠征では何が起こるかないやあ、楽しい記憶ができた。慎重に、慎重に、そして優しく。 うん、馬の扱いも徐々に分かってきたぞうん野菜作りは日々の積み重ねだな日々育っていく野菜を見ることで時の流れを思うのだ俺は実践用だからなこれこそ得意分野よお互い日々精進しよう なぎなた、静か型だ。俺の活躍はこの本丸でこそ。実践型の力を発揮し、新たな逸話として、皆の記憶に残ろう。就任一周年だな。さあ、祝いの席はこちらだぞ、主。祝、就任二周年。俺だけでなく、皆が祝福しているぞ。 主主就任三周年おめでとう皆の祝いを受け取ってくれおお戻ったかこちらはこちらで好きにやらせてもらっていたがやはり主がいないと物足りんな。 アルジーみんな俺を忘れてくれるなよ。